美味しいです。シチリアーナっていうピザ、焦げてるでしょ、炭火だからよ。このね、焦げがうまいのよ、香ばしいの。と手が、あ、難しいですね。うわ大変です。オリーブが入ってるの。あとね、オリーブと、なんだっけこれ、あ、違う、もうシチリアーナだよ。パン美味しい。うん、天然酵母、ケイパーだ、ケイパーです。ケイパーって木の葉、芽ですよ。酢漬け、美味しい。アンチョビね、アンチョビちょっとパンチ効いて美味しい。あ、大人の味だ。うん、自家製のピクルス、はい、うまい。うん、美味しいけど食べ過ぎないように気をつけなきゃいけないの。うん、自家製のドレッシングはね、ニンニクがちょっと入ってるね。美味しい。ピザとグリーンサラダは、セットで食べれる方がいいですよ。うん、よくさ、ピザの上にグリーンが乗ってるのあるけど、熱も持っちゃうし、ピザは冷めるし、美味しくないと思うの。それよりこれとこれは交互に食べる方が美味しいわ。うめ、はい、取って、なんかもしれない。よいしょ。あー、ケイパー美味しいわ。うーん、すごいリハビリになっています。ユニットのアブ。うま。今度はね、野毛にね、野毛じゃないわ、戸部町にね、ガラーっていうね、ラーメン屋さんがあって、そこにはリハビリの友達とね、行くことになってるの。16日。うん。お店の名前がガラヤだけど、看板がすごいね、楽しいよ。ネットで見たら。うん、うまっ。やっぱりね、釜焼きはね、美味しいね。全然違う。本当に。生地がね、薄めでね、薄めだけどね、カリフワです。カリフワってやつです。うまいです。うん。米は美味しいわ。これで、とりあえず、私はゆっくり、スパークリングワイン飲みながら食べないので、終わります。あ。